阪神ジュベナイルフィリーズと中日新聞杯、カペラステークスだ。うまトークいやー、寒いわ。うん。いやいや、そりゃ寒いよ、ここは。てか、何しに来たのねえ。ジュニアグランプリ来とったらしいな。いやいや、近いからもう、サップなえお前水臭いの寒いわ、その高いな。うん、行ったよ。電話してこんがい、電話。どこにやねん。知らんし、電話番号。テレ,テレフォン、押してこんがい、テレフォン。 ああ、もう、うるさいわ。もうさ、なんかボード入っとうけど、できんの嬉しそうに入ってるけど、それ。<laughs> 何が面白いね、ほんまに。今回の馬トークは12月の12日、土曜日から先行きます。12日新聞杯の G3 芝2000メートル、土曜日ですよ。で、12月の13日、日曜日はカペラステークス G3 中山のダート1200メートルと、 阪神ジュベナイルフィリーズ、2歳の G1。芝1600メートルで行きます。行きましょうか。と、その前に、先週の土曜日、阪神のチャレンジカップ、G3。これはもう予想通り硬かったですね。1着、レイパパレ。2着、ブラバス。惜しかった。二等軸マルチで荒れずに、1、2、3番、2期で終わってしまいました。がみりました。残念。で、土曜日のもう1個の重賞は、ステイヤーズ・ステークスの G2 でしたね。 アルバート復活なりませんでしたね。13着。ボロボロでした。タツキングワークのオセアグレート1着に来まして、2着はタガノが来ましたね。3着にポンデザールで。ワイドのみ1140円でした。で、日曜日のチャンピオンズカップですよ、皆さん。クリソベリル4着でした。もうジャパンダートダービーの二の前でしたね。レーンさんのカフェファラオと。で、カフェファラオも6着。 で、僕の本命の歩くとスはもう歩いてましたね。9着。1着はタツキングマーク、中和ウィザードから、インティ、ゴールドドリーム。ワイドは撮りましたけど、これは3連単撮りたかったなぁ。無理やった。帯取りに行った稲ちゃんもゴールドドリームのみでしたね。残念。3連単は全く外れ。では、中日新聞杯 G3。土曜日ですね。中京競馬場芝2000メートル。実績と必勝データ。ヘッドラインから。 ツキンまずはベロックスですね。サツキ賞2着、ダービー3着、キッカ賞まで3着って、もうイクノーディクタスみたいなものですね。で、川田さんが継続騎乗で連帯率は50%。中京初めて、左回りも3着までですね。このダービーですね。ポッケリーニー、前走オープン2着、1800メートルでは連帯率100%。 今回2000メートルですからね。3着以下4000は全て1600メートルですから、これは期待できるんじゃないちょっと伸びますけど。で、ここ最近5、6000、ずっと2000メートル走ってる佐藤のソルタスですね。去年5着ですね。この中日新聞杯。先行した休み明け、金古賞、中京で2着、G2 で2着入りました。休み明けいいかもしれないですね。大阪杯は阪神でしたが、中段から行って10着でした。 で、名古屋大好き、湘南バルディですね。前走の中京、関ヶ原ステークスも一着。岩田さんで安城そのまま。左回り2002です。トリコロールブルーも同じく中京2002ですが、どっちか来たらまあまあつくかな。で、里のガーネット。去年の優勝場ですね。2000メートルなら連帯率50%。安城も去年優勝した時と同じ、堺井星さん。 では、ここでタツキングの必勝データ。中日新聞杯の G3。過去8回ですね。同条件の人気別のデータ。前走の勝ち馬やった馬は、副賞内30頭のうち2頭しかないと。と前走1着馬要注意です。で、1番人気と6から9番人気が2勝。あとはほぼ変わらない。で、このレース7歳馬、8歳馬が絡むと5万円以上つくんですよね。 で、6から9番人気のデータと、この7歳馬がひも穴のデータ、14022と、この6から9番人気のデータがちょっと似てるので、ここは1番人気と6歳馬、7歳馬狙いからの2等軸の流しがいいんじゃないかというデータですね。では、ここでタスキングのヘッドラインですね。中日新聞杯。過去10年で3回優勝のセガサミーから、ディープサンク2頭。 2013年の里のアポロ。で、2016年の里のノブレス。で、去年優勝の里のガーネット。で、去年の5着も今回出る里のソルタス。非常に里野が、セガサミーが相性いいぞと。で、過去10回の中日新部杯7回絡んでる7番と17番がラッキーナンバー。で、過去8回の中京開催。その前小倉でしたから。8回で7回も たが絡む馬券。川田さん、和田さん、岩田さんと。これは紐に入れなあかんと。で、同じく中京開催で偶数番勝利は去年のみの1回。で、帯狙いは中京大好き2002勝馬券。トリコロールブルーと湘南バルディも面白い。あとは茂るピンクダイヤ、集華賞三着馬が出てきてますから、このピンクとレッドとブルーのワイド馬券で狙うのも、穴狙いなら面白い。 では、ここで、中日新聞配 G3 タツキングの予想でいきます。本命はベロックス。やっぱりクラシック2着3着馬は、ちょっと格が違うかな。まあ、状況がシャケトラとか似てるしね。えー、イクノディクタスとかね。ナイスネイチャーとかも、結局、まあ、ちょっと例える馬が古いですけど、まあ、結局実力ある馬、やっぱり外から突っ込んでくるもんな、結局ね。ちょっと小倉記念9着と惨敗しましたが、まあ、復活したら、かなり強い。 河田さん。ちょっとクリソベリル分返してもらわなあかんからね。で、太鼓はボッケリーニ。負けてんのが1600以下なら、逆に伸ばしたらこれは来るんじゃないってい。この二等軸で行こうと思ってます。で、ターナはテリトーリアル。マルチですから。石川さん。で、レンアナに里野の二等ですね。三等出しですけど、二刀枠。ディープインパクト3区で狙います。セガサミー、これ相性いいから。で、タスキング枠はマイネルサーパス。丹内さん。これは期待してる。 で、穴はやっぱりルメールさんですね。ここでクルンカイっていうグロンディオーズ。で、帯穴。これはもうあれですよ。流しの紐ぐらいですね。まあ、ワイドでもいいと思いますけど。ピンクとレッドとブルーでいきます。もう着いたで。もうさん、ん今度は一人で乗りよう。う,うるさいから。おい。なんで降りひね。いやー、寒いな、ここはしかし。いやいや、そっち降りな、降りられへんよ。二歳戦の G1 か。うーん。あの、白いな。恥ずかしいわー。 そうだし和風だしかなんか知らんけど。いつまで仲良くなんのこれ。いやー、寒いわあ。あの、うどん食べに行かへん、うどん。いえ、もう一人で行きいいな。では、阪神ジュベナイルフィリーズ G1。芝1600メートル。実績と傾向、必勝データから、タツキングのヘッドライン。予想へと行きます。まずは、白毛の血を継ぐメイケイエール。 白雪姫の子供のゆきちゃん。ゆきちゃんからの白いんじゃーは強いんじゃーって言ってたやつですね。ミッキーアイルがお父さん。G3 を2連勝で阪神でレコード勝ち。竹豊さんが乗って3戦3勝。阪神も1勝。で、同じ親戚の育しですね。おばあちゃんが白雪姫。白雪姫からのブチコ。ブチコの子供の育しですね。 こちらも札幌レコード勝ち。吉田隼人さんで参戦参照。で、土曜日の中日新聞配に続いてまた出てきました。セガサミー、里のレイナスです。これまた強そうな里のフラッグの妹、2002勝です。ルメールさん、軌道のディープ3区。で、インフィナイト。前走 G31600 メートル2着のモーリスンク。どちらも両馬場ではなかったんですね。両馬場なら一辺もある。北村雄一さん。 去年レコード勝ちしてますから、あるかもしれない。で、ポールネイロ、ノースヒルズですね。2002勝1400メートルですけど、レコードで逃げ切ってますけど、オールフェイブルさん、まだ距離長い方がいいんじゃないか。で、藤岡雄介騎乗で、相性のいいデインヒル×サンデーサイレンス。では、ここで、阪神ジュベナイルフィリーズ、タツキングの必勝データ。過去10年ですね、阪神の。 過去10年の勝ち馬のうち9頭がまず、母父が横文字なんですね。9頭。10分の9。これは人気になりそうな白毛一族の名ールと育ちにとっては悪いデータですよね。で、やはり一番人気がトップの4勝のレンタリズ50%。で、2番人気は1勝しかしてません。レンタリズは40%。で、勝つか負けるかの5番人気が3勝で、4番人気は2勝ってことは、 ま、一からこのボックスで固く終わってガミるよりは、5番人気、4番人気とかからのマルチで手広くまたんで流した方がいいんじゃないかというデータになります。では、ここでタスキングのヘッドライン。阪神ジュベナイルフィリーズ。土曜日の中日新聞杯にシゲルピンク、レッドとブルーがもし来たら、日曜日の G1 もこの白毛とまたシゲルピンク、 で、ゴールド、青いゴールド、ゴールドシップが来るんじゃないかっていう。で、過去10年の連帯は20頭のうち、18頭は前走も連帯してる馬ですよ、と。で、また10年縛り、10年でノーザンファームが7頭。で、母父の10年で9回来てる母父横文字は、去年は3頭とも来ました、と。で、先日亡くなりました、シンボリ・クリスエスの血をつなぐのは、 ストロングリターン3区ンのフラリオナだと。では、ここで、阪神、ジュベナイルフィリーズ G1、タツキングの予想いきます。本命は、メイケール、3戦3勝、竹豊さん。旧者も竹秀則旧者親戚ですね。竹秀則さんは、この竹さんの小倉2歳ステークが初重賞ですね。騎手でも取ってなかったですから。で、親戚といえば、育し対抗です。白雪姫の親戚、吉田隼。 こちらも参戦参照。これは対抗。白毛初の G1 を見てみたい。で、ターナ、里野、レイナス、ルメールさん。で、メイケールと差がないオパールムーンと、やっぱり勝ち方してる、レシステンシアの北村さんがレンアナ。で、タツキングマークはオルフェーブルサンクのノースヒルズ。ポールネイロ。まあ、永新非天と一った言ったの逃げでしょうね。藤岡祐介さん。で、穴にシンボリクリセスの血を継ぐフラリオン。 バックアナは、モーリスさん・サンク、シゲル・ピンクルビー。あの、嘘みたいなカレー。あの、銀の器に入ったやつ。いやー、寒いわ。うん。予想聞きたいんかいな、また。うん。まあ、おじいが、アグネス・デジタルのやつに北村が乗ったら、行くぞ、あれ。うん。そこを読めるようにならんと、あれで。その他のバスには座られへんで、お前。まあ、言うたら悪いけど。<laughs> お兄ちゃん。 ハイライトあるハイライト。ハイライト。あ、タバコタバコ。あー兄ちゃんセッたか。では、カペラステークスの G3。中山のダート1200メートル。実績と傾向、必勝データ。ヘッドラインにタスキングを添えていきます。まずは、このダンシングプリンスですね。中央で2敗して、地方行って3連勝。で、中央に戻って、 出てきてダートで三連勝ダートは無敗ですね 1200m 福島でレコード勝ちもしてます右回りダート三勝中山も二勝してますでサブのジュニア JBC のスプリント G1 差し切りましたね優勝しました大井のダート1 2 0 0ルでは金5000で四勝矢野さんが出てきますよそのままで次はフォーダート天候60004勝逃げ切りでオープン入りしてます で、先週勝ったトサキさんに乗り換わりなら期待しますよね。で、次はレッドルゼル。ダート天候で12戦10連対してて、前走オープンも1着。ダート1200メートルでは無敗です。右回りダート5勝。中山は初。で、次はジャスティンですね。多いダート1200メートル。G3、G2 優勝。ずっとサブのジュニアにも勝ってたんですけどね。で、前走 JBC では負けて、G18 着。 安城は坂井流星さんに戻りました。中山のダートは一勝と二着一回。ではここでタツキングの必勝データ。カペラステックス G3。過去10年です。過去10年で2018年のみ一番人気が来てるという非常に恐ろしいレースですね。ですからここは3番人気が連帯率がいいっていうことだけで、5番人気全く来てない。1番人気が一勝。ああ、難しい。 これが Win5 の3レース目に入ってるっていう恐ろしい Win5 やな、今週は。危ない。ここはもうデータもクソもありません。では、ここでタスキングのヘッドラインですね。ダンシングキャップを思い出すダンシングプリンスだと。ダンシングキャップっていうのはオグリキャップのお父さんですよ。地方で参照して、中央で参照して出てきたダンシングプリンスって言えば、ね、人気になれそうですね。 で、ついにジャスティンを JBC で差し切ったサブのジュニアが出てきたぞと。まあ、ダンシングプリンスもね、船橋で勝って中山で2勝してますから、船橋と中山のダートは近いのかなと。で、カフェファラオみたいにユニコーンステークス圧勝して大いでダメってことは、大いのサブのジュニアが中山で合うかどうかですよね。で、4年連続2番人気が絡んでると。ひも荒れしてますけど。 だから2番人気からの一等軸マルチがいいんじゃないかと。まあデータは無視しましたけどね。で、3番、10番相性悪い。よろしくない。逆に相性いいのは1枠の1番と。帯狙いの G がつく7等だけの3連複ボックスでいこうかなと。壊れました、壊れ。もう考えすぎて。これがウィン5やと思ったらゾッとするレースや、これ。まあ、勝地、吉と来てるから、また修士でいこうかな。みたいな感じです。 では最後にカペラステイクス G3 のタツキングの予想いきます。本名はダンシングプリンス。そのまま。三浦さん。で、対抗にはジ GST。で、ナ穴にはサブのジュニアですね。まあ強かったもんね、JBC ね。で、テイオージニアス。去年の2着馬丸山元気さん。で、フォーテ。トサキさんに乗り換わりで一発。タツキングマークはフォーテです。で、穴に去年の3着馬津村さんの修ジですね。 で、バックはロンドンテソーロ。困った時の短距離ダートは大野拓也だ。では次回は日曜日。ウィン5挑戦と香港競馬の巻です。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。バイバイ。